これは安田純平が、えー、帰国した際の映像ですね。バ、え、ン、ー、が迎えに来てますけども、えー、数字の意味がわかる方、えー、そういう人はね、えー、すぐこの数字を見てね、えー、やらせだということがわかったかと思います。 安田純平がね、車に乗り込む姿も、えー、軽快でしたけどもね、えー。こちら、数字を見てみてください。ね。注目してください。なんて書いてありますか ?119 って書いてるでしょこれね。えー、そして、こちらには、えー、13375と書いてありますね。33がマーキングされてるわけです。 そして、こちらは911です。反対から読めばね。アメリカ同時多発テロの,あの、やらせ自作自演テロのマーキングがここにね。ナンバーがマーキングされてるわけです。そして、この帰ってきた飛行機ですね。えー、利用した飛行機は、えー、Turkish a i r l って書いてますね。えー、トルコ空港、トルコ航空でしょうかね。 ターキッシュエアラインズって書いてますけども、ね。この数日ね。ターキッシュエアラインズ。これも44数匹になります。うん、カルディアンですけどもね。44数匹が出てきます。こういうふうにね。え皆さん、こんにちはということでね、えー。今回で何本目でしょうかね。えー、5本目かな。えー、この やらせじゅんぺいのね、えー、解放、人質解放の件ですけどもね、えー、ぼちぼちね、安田じゅんぺいの話題も、えー、もう終了したかなと思ったんですけどね、えー、相変わらずやってますね、トルコ航空代金受け取らず、トルコ航空がね、安田じゅんぺいさん帰国時に代金を受け取らなかったのはね、 えこういう、また嘘を流してますけどもね。何なんでしょうかね。今日はね、もうこの人は皆さん見飽きてると思いますからね。えー、別の話題をしていきたいと思いますね。えー、メディアが言わないこと、ね、そこに秘密が隠されていますからね。 海外で拘束された日本人が帰国の場合、通常、航空券代などは、など、実費は、本人負担ということなんですけどね。えー、やらせですから、ね。安田さん本人も支払う意思を示すとかね。ね自作自演ですから、ね。こういうふうにね、国同士で、 お互い連携し合ってるわけですね。トップの方はね。安田さんの航空券代は行為だとして受け取らず。ね。何なんでしょうね。外務省。えー、身代、外務省関係者。身代金はカタール政府も日本政府も一切支払ってないと強調。ね。えー、安田氏とその武装勢力の えー、自作自演というふうにね、えー、見捨てるような感じですよね。うんえー、いろいろそういう話題が出てましたけども、炎上ネタですよね、これね。身の代金はカタール政府も日本政府も一切支払ってないと強調。ねえー、実際はね、もう国家ぐるみですね。 カタールもトルコもスペインも日本政府も、す、え、べ、ー、てがグルですからね、こういう、えー、人質関連のね、えー、この身代金とか要求とかね、そういうテロリスト問題、ね、こういうね、ね、えー、安田純平単独の犯行、ね、武装勢力とアルヌスラですか、えー、それと、 安田純平がね、えー、単独で起こした、やらせ事件、と思わせたいんでしょうね。私たちの、えー、政府は関係してないっていうふな感じでね、えー、見せたいんでしょうね。まあ、いろいろあるでしょう。ね。まあ、隠蔽という形をとって、 いたりもするでしょうけどねこれ何本あったですかこれ、ね、すごいですよ、これ。61本、ね安田純平の動画、ねこれ、ANN ですけどもね、61本あ,ありました。ね安田純平特集。いくつかね、こう、えー、削除されてるのもありますけどもね、合計でね、えー、61本が上がっていました。 え今日はね、このスペイン人、スペイン人の人質、えー、同時期にね、アルヌスラに、えー、アルヌスラ戦線に、えー、拘束されていたとされるね、えー、この、えー、アンヘル・サストレさん、ね、サストレ、クライシスアクター,、えー、これをね、えー、これについて検証していきたいと思います。えー ね。同時期に、えー、同じようなところで、えー、同じ武装勢力に、えー、拘束されたとされる、このアンヘルサストレ。ね。えー、このね、事件を検証していきたいと思います。えー、こちらね、毎日新聞の電子版ですね。 こちらも、目ん玉のマークです。ね。イルミナーティのの目ん玉のマークをしています。ね。これはね。安田さん不明。英語を話す外国人いると聞いた。解放の記者。ね。2016年6月21日ですね。そして配信時間。 18時。これね、44分がマーキングされてるわけです。ね。そしてここ23時30分。ここ3と3が繋がってますね。ね、33が、ああ、マーキング。44もマーキング。ね。63、サブロック18。ね。666ですよ。ね。 えー、記事を読んでみます、えー。内戦下のシリアで国際テロ組織アルカイダ系武装勢力ルスラ戦線に約10ヶ月間拘束され5月に解放されたスペイン人ジャーナリストアンヘル・サストレンさん。この時にはもう36になってますね。えー、5月の時は、えー、解放の時は35歳だったようですけども。 えー、このインタビューの時は36歳ですね。えー、36六ということは、えー、666ですよね。サブ68、9にもなりますし、666にもなります、えー。獣の印ですね。が毎日新聞のインタビューに応じた。一時期同じ場所に拘束中と報じられ、消息を経って今月23日で1年になる日本人ジャーナリスト。 安田純平さん42に関し、英語とアラビア語を話す外国人一人が一緒に捕まっていると拘束者から聞いた。自分は見ておらず、安田さんが不明だと語った。安田さんか不明だと語った。とこうありますね。まあ、いろいろ書いてますけどもね。 この人もテレビは見れたそうです。ね。いろいろ書いてますけどもね。食事はじゃがいもや、えー、羊の肉。数ヶ月後にはテレビも置かれたと書いてます。ね、だが、外に出られたのは あトイレの時だけだったと。こいに書いてますけど。えー、この写真ですね。この写真をよく見てください。ね。写真よく見てみてください。ね。 えこういうね、えー、サインとシンボル。こういうのを見逃したらいけませんね。どうでしょう、ね、この手の感じ。ね、これはね、えー、6。ここで6。そして下に隠れてますけども、小指がね。えー、これはね、666のね、ハンドサインですよ。ね ということで、666ってやってるわけです。666ね。えー、トランプなんかがね、よくやってますよね。OK サインですけども。えー、これは OK サインの意味もありますけども。ね。えー、666のね、えー、獣の印のサインなんですよね。えー、やらせの事件とかね、そういうのではよくこの、 えー、666のサインがね、出てきますね、えー。一般的には OK サインで通ってますけども、えー、彼らの意味では、これはね、えー、獣の印をマーキングしてるわけですね。えー、いろんなサインがね、こういうふうに、えー、目の前にね、出てきます。 ね、皆さんの目の前にあるんですけど、えー、よく見ないとね、気づかない場合があります、ね。こういうね、サインを、ぜひね、見逃さないようにしてください。ね、細かいところですけども、えー、こういうサインがね、必ず出てきます、やらせには。 いろんな人がね、このイルミナ、イルミナーティーのね、えぇ、ー、6 6をやってます。ハンドサインでね。えキリがありません。うんと、うんね。芸能人もたくさんやってますよ。ね。ハリウッドスターとかね。スポーツ界もやってます。ね。皆さんやってます。これアクマス、ね。宇宙飛行士もやってます。バズオールトリンね。 ええーね、悪魔崇拝です。人、ね、種ン,ンズですか、ね、これ。うこういうのも、OK の意味ではありませんね。反キリストのサインです、これね。反キリストのサインをね、子供に刺してやったりとかします。マイケル・ジャクソンでしょうかね。ね 皆さんやってます。333もそういう意味がありますね。666の意味が。隠れた意味があります、ね。いろんなハンドサインがあります。こういうのを見逃さないようにしてくださいね。3人がね、この、えー 行方不明というか拘束されてたわけですけども、この真ん中のアントニオ・パンプリエガシですか。ね。この人チェック来てますよね。写真ね。こういうのもスコティッシュライトにね、関係してるわけです。えそれからこの露出の多いね、ほとんどこの人しか出てきませんけど、このアンヘル・サストレね。 えー、この人がスポークスマンみたいなね、代表みたいな、えー、形でね、インタビューを受けたりとかしてますけども。ね、えー、クセモ者ですね。クライシスアクター,、えーえー。こちらはね、解放された時の、えー、帰国した時の画像ですけども。えー、この飛行機にね、えー、4542と書いてありますね。 えー、こ、これっていうのはね、ここが9になります。4プラス5で9。そして、4、2、プラ、ね、四と2足せば6になりますね。これ9、6ですよ。これもフリーメソニーナンバーですから。ね。4、5、4、2ですよ。えー、ここにね。 えー、6九がマーキングされてますこ、ね。ロイヤルアーチって書いてますけど。6級ですよ、これね、えー。今年で言えばね、えー、6月9日。ね、6九の日。6月9日にもね。 えー、事件がありました。東海道新幹線殺傷事件ですね。小島あ一郎か、えー、のね、新幹線殺傷事件ありましたあれもやらせですね。そして反対の9月6日。9月6日っていうのはね、えー、吉沢瞳の、えー、引き、飲酒引き逃げ事件。ね、このやらせ事件。これがありましたね。 この6級という日にはね、何かあるわけですね。この数字にはね。首都マドリードの軍用空港を去るフリージャーナリストのアンジェルサ,サストレさん。ああ、ラを乗せたバスですね。これバスですか。ねえー、こういうナンバーがね、えー、思いっきり映ってますけどもね。こういうのはね、 えー、なんか意味があるわけです。見せる意味があるわけです。ね、この、1170JKR っていうのはね、えー、これはね、ピタゴラスで21になります。そしてカルディアンで14ですね。えー、これっていうのはね、この解放された日っていうのが、えー、2016年の5月7日ですね。 えー、これね、それぞれ合計してみてください。えー、2016で9。えー、そして、えー、5月で14になりますよね。そして、7日ですから。えー、?9 と7で16に7足したら23かあ。ごめんなさい。えー、2016で9。 その次は5月で14、えー。それに7を足すわけですから、21が出てくるわけですね。このピタゴラスの21とね、関係してるわけです。このナンバーがね。えー、サストレさんによると、高速が4ヶ月続いた時点で3人はニュース番組を見ることが許された。えー、これ安田純平と同じですね。 CNN や BBC で私たちの周りで起きている戦闘について知ることができた。シリア内戦はほぼ毎日報じられていた。内戦の中にながらも隔離された場所で暮らしているようだったという。ありえますかこんなの。シリアに戻る予定はない。少なくとも今のところは。今はそこで当たることは不可能だ。拉致はもはや戦争の武器ではなく有益なビジネスだ。ね 誰も信用できないし、誰からも売られる可能性がある。通訳者、運転手、えー、果物売り、働くには安全な場所ではない。とありますけどもね。スペイン政府は3人を解放するに至った経緯について、一切明らかにしていない。ね。えー、こういうね、えー、ありもしない恐怖ですよね。実際は。 えー、自作自演ですからねえ。こういう人質ビジネスがあるから危険だと。それでメディアはね、入ることができない。えー、するとね、えー、まあ、報道というのはね、なくなるわけですね。えー、まあ、彼らにとってはね、こういうことをね、 目隠ししたいでしょうから、えー、戦地の映像というのはね、えー、戦争を仕掛けてる側ですからね。まあそういうのをね、えー、見せないでも良いということになりますよね、えー。目隠しすることができ、できますね。この、えー、悲惨な、えー、戦地の状況ですね。紛争地の、えー。メディアっていうのはね、えー えー、両サイド、ね、戦争に、えー、加担していますから、えー、こういうことをね、えー、本当のことっていうのはね、えー、隠蔽することができますよね。こういう、えー、報道しない自由でね。えー、この、ジャーナリスト、アンヘル・サストレさん、スペイン人ですね。これ見てみましょうかね。なんて言ってますか。 拘束中は精神的な拷問を受けました。政府は助けてくれない、殺してやる、切ってやるなど、た散々言われましたと。ただ肉体的に傷つけられることはありませんでした <laughs>。この辺がね、都合がいいですよね。傷を、本当はね、えー、受けてもおかしくないような状況なんですけどもね。えー そういうのがありません。ねえー。傷を見せてもらいたいと言いたいところなんですけどね、その、そもそも傷がありませんからね。えー、これが本当なのかどうかっていうのがね、確認しづらいですよね。えー、普通ね、拷問といえば、えー、ね、体中に傷を、ね、 ううと思うのですけれどもねえこういう、ただ肉体的に傷つけられることはありませんでした。ということでね。手間が省けます。そのね、傷跡を見せなくてもえいいわけですから。クライシスアクターのね、安田淳平も同じでしたけどもね。こういうね、わざわざ。 あの、クライシスアクターの特殊メイクですね。えー、怪我の特殊メイクを、えー、する手間が省けますね、えー。スペイン政府、サストレさんら3人の解放のため、1人4億円の身の代金を支払いかってね。えー、3412億円、えー。やるでしょうかね、えー。こういうのはね、パフォーマンスというかなん、なん、なんて言うんでしょうね。 え、こういう国民がいたらね、え実際こういうふうに、えー、救いますっていうね、ポーズですよね。ポーズ。うん、実際こういう事件が起こったらね、おそらく、えー、知らんぷりでしょうね。えー、このやらせ事件なんでね、12億円も払ったっていうね、ことを、えー、言うわけですけどね、えー。ちゃんと政府はね、国民のことを思っていますよっていうふうにね、 見せかけるわけですけどもえ、実際そんなことはね、ありません。ねえー、簡単に見捨てると思いますね、うん。作り話だからこういう話ができるわけですね。えー、12億円のね、えー、大金です、ね。こういうのをね、えー、どういう手段でね、身代金を、えー、武装勢力に、えー、送金したんでしょうか。ね どういうやり方で、12億円、武装勢力に手渡したのか。ね、銀行振り込みなんですかね。わかりませんけども。どういうふうに振り込んだのか。ね、こういうのがね、全然勝てられませんね。えー、リアリティにかけます。安田純平の場合もそうですけどもね。 三億円でしたかねその身の代金を、えー、武装勢力に渡したとかいう話がありますけども、えー、どういうルートでね、えー、そういうお金を、大金をね、えー、武装勢力に渡したのでしょうか。ね、そういうことが一切語られませんよね。えー、どういうルートで支払いをしたのか、身の代金の ねこういうことが全く、えー、ブラックボックスですよね。彼らは人質を利用しています。人質は彼らの宝なのです。ね何当たり前のこと言ってるんでしょうね、この人たちはね。<laughs> なんかね、トラウマを受けたような、あトラウマがあるような、えー、この演技をやっていますね。なんか目がうつるうつろになってますけど。 え、何ですかこれは。あ今の、何ですかシリア人権監視団ですか、えー、何かわかりませんけどこれは。もね、目のマークが入ってますよ。これ何,何でしょうかこれ広告でしょうかね。ここにね、目玉が入ってますよ。このちょうど記事に。広告か何か知りませんけども。あ、ここに書いてます。シリア人権監視団ホームページからってありますね。 ま、上の方はね、えー、広告か何かわかんないですけど、ちょうど目ん玉が入ってましたね。このね、安田さんの解放のね、身代金、ね、こういうのが全部嘘ですよね。何一つ信用したらいけませんね。これはもう作り話なんですから。 えー、そのね、えー、シリア人権監視団のね、ホームページに飛びました。ね、すると、ね、さっきの目ん玉がね、ここに、えー、映ってますけどこれ、広告じゃなかったんですね。これ、ここに、Syrian Observatory Observ for Human Rights って書いてますよ。 デモクラシー、フリー u s ジャスティス、イク l リティーかな、うん。えー、恐ろしいですね。えー、こういうふうにね、イルミナーティの、えー、ホールスの目、ね、オールスインアイですね。すべてを見通す目がね、えー、ロゴに使われてるわけです。それからね、この、イナズマがね、ここにありますけど、イナズマの えー、ライトニングボールとかな。これが、ここにマーキングされてますけども。この稲妻ね、えー、これ堕天使の、えー、天国から追放される時の、えー、稲妻ですよね。えー、地に落とされた時。えー、稲妻のように地に落とされるわけですけども。えー、聖書の記述ですね。 えー、新しい更新のニュースの表示がね、このライトニングボールになってますよね。そして、この目です。このシリア人権監視団のホームページ、ね、これはイルミナーティに、えー、管理されてますよということなんですよ。なのでね、えー、本当のことっていうのはね、 えー、何一つ書かれてないんでしょうね。ハンキリストのイルミナーティの、ねえーの、ね、管理家ですから、このシリア人権監視団っていうのはね、こういうね、シンボルを見ればね、すぐわかりますね。サインやシンボルがね、えー、世界を統治するわけです。 ま、少しは本当のこと書いてあるかもしれませんけどね。えー、全部はね、信用したらいきませんね。こんなね。えー、こちらはね、聖書の、えー、ルカの福音書ですけどもね、えー、10章18節ですね。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。えー、10章18節ですね。ね つまり、えー、サタンを意味するわけですね。あの、稲妻っていうのはね、えー。天国から追放されてるわけですけども。ね、天から落,と落ちるのを見ていた。ね、落とされるのを見ていたわけです。えー、こちらは菅官房長官ですね。カタールが身の代金を払ったという話も、 あるがという質問にね、そうしたことは全くありませんって答えてましたけどもね。ああ、これはね、えー、本当のことです。ね、なぜなら、これ自作自演なんでね、身の代金なんてね、えー、払う必要はありませんから。ねえー、自作自演のね、えー、やらせ事件なので、えー、拘束もね、えー 身の代金っていうのはね、払われていません。しかしね、えー、多くの人はこの罠に引っかかっているようですね。えー、身の代金をね、払って、払ったんではないか。<laughs> 安田淳平ごときにっていうことでね、えー。炎上しておりますけどもね、こういうのはもう全部作り話ですからね。えー、炎上ネタになってます。えー、日本政府、えー、総理、 官邸直轄の国際テロ情報収集ユニットを通じトルコやカタールに解放への協力を要請。えー、こういうのを見てね、えー、日本政府でかしたと、安倍ちゃんでかしたって言いたいところなんですけどもね。えー、そもそもこれ捏造テロですから自作自演あテロじゃない <laughs>。え、熱蔵事件ですからね。えー バカバカしいですよね。こういう国際テロ情報収集ユニットとかありますけどもね。この熱造テロの方をね、情報収集してね、それを国民に公開してほしいんですけどもね。そういうことはやりませんね。まあ、この国際テロ情報収集ユニットとかね、これからあの、オリンピックもあ、あの、2020年にありますからね。こういうところでね、えー おそらく、この名前がまた出てくるんだと思います。国際テロ、情報収集ユニットですねえ。おそらくね、このオリンピックの時期にね、えー、自作自演の熱造テロがね、どっかで起きると思うんですけども、えそういう時にね、この国際テロ、情報収集ユニットっていうのがね、えー、活躍するんじゃないでしょうか。ね。そして、 あこういう部署があってよかったなと、えー、そういうふうにね、信じ込ませるんだと思いますね。えー、こちらはね、えー、スペイン人フリージャーナリスト3人、シリアで行方不明、AFP ですね、えー。2015年の記事です。ね、シリア、これアレッポですかね。 悲惨ですねこういう光景を見ると。ね、考えられません、ねえー。日本に住んでいたらね、えー、こういう光景はね、信じられない光景ですよね。こういうことがね、えー、起こってるわけです。シリアではね、えー。シリア政府軍のミサイルで破壊された建物の瓦礫で埋め尽くされた 同国北部アレッポの住宅街に立つ住民たちと。2015年の写真ですね。これは7月22日の配信ですね。シリア北部のアレッポで取材に当たっていたスペインのフリージャーナリスト3人が行方不明になっている。スペインの記者連盟会長が21日明らかにしたと。 えー、スペイン記者協会連盟 FAAPE のエルサ・ゴンザレス会長はトルコ南部を経由して今月10日に知り合いにしたホセ・マニュエル・ロペス氏、アントニオ・パンプリエガ氏、アンヘル・サストレ氏の3人が 7月12日以降、消息を絶っていると発表した。とありますけどもね。ゴンザレス会長は、同地域では激しい戦闘が続いており、懸念に値する理由があるとしながらも、現時点では行方不明になっているとしか言えないと話した。え3人。 この、エルサ、あ、違う、ごめんなさい。オセ・マニュエル・ロペス氏。アントニオ・パンプリ・エガ氏。ね。アンヘル・サストレ氏。がね。えー、7月12日に、えー、以降、ね、消息を経っていると発表したわけですけども。えー、これ2015年ですよね。7月12日。えー、これ合計するとね、いくつになるでしょう。 え2015で8ですよね。えー、それに7ですから、8プラス7は15。えー、15にね、えー、この1プラス2をするわけですけど、3ですよね。15プラスの3。えー、これでね、えー、18が出てくるわけです。えー、それからこの3人ね、えー、3人いたんですけども、 えー、この人だけしか出てきませんね。なんかインタビューはね。アンヘル・サストレですね。この人が、えー、スポークスマンみたいな感じでやってますけども、クライシスアクターのね。これエンジェルですよ。これこれ。ね、見てください。これエンジェル、ね。で、サストレってありますけどもね。このね、エインジェル。名前はアン、アンヘルになりますけどもね。読み方は。 ね。これ打点詞の意味ですよ。これ。円印象。ね。えー、それから、この数比。数比ですよね。数比ね。このエンジェル、アンヘルサストレ。エンジェルサストレ。えー、これね。カルディアンで35です。そして、ピタゴラスで40ですね。えー、この35が絡んできます。後でね。えー、この、 アンヘル・サストレ。この人がね、えー、いくつで失踪したか。これが書いてありました。えー、マドリード記者協会 APM のウェブサイトによると、サストレ氏は35歳でスペインのテレビ、ラジオ、報道機関向けに、世界の様々な紛争地地域を取材していたと。 35が、こういう風に絡んでくるわけです。えー、この時の年、2015年で、このサストレッシは35歳ですよね。えー、これ7月の記事ですけども。えー、それから解放えー、された年もね、えー、次の年になりますけどその時もね、35歳の表記がありました。ね、なのでね、えー、失踪した時も35歳。えー その10ヶ月後に解放ですから、その時も35歳だったわけですね。それと、この数比がね、35あーで絡むわけです。そして、今度はこの安田淳平ですね。えー、ジャンペーですよ。ジャンペーね。純平じゃなくて、ジャンペーの表記が多いですけども、うんえー。この人ね、カルディアンで41になります。ね、ジャンペー、M、MM、M の方ですね。 M で、えー、やると、カルディアンで41。そしてピタゴラスで、えー、46が出てきます。これね、N に変えると、順、えー、平でね、順平の安田で、えー、やると、ピタゴラスで47。えー、そしてカルディアンで、えー、42ですけどもね。えー、この、ジャンペイの方ね、M の方が、 えー、表記が多いですけども、本人もそうしてるみたいですけども。えー、この、このジャンペーでね、検索すると41ですから。するとね、あの、失踪した年、年齢、失踪した年齢に絡んできますよね。えー、失踪し、あの、失踪じゃない。失踪、失踪ですね。えー、最初に行方が不明になった。 行方がね、わからなくなった、えー、その時の安田淳平の年齢、これが41でしたからね、えー、この数日とのこの年齢、これがリンクしてるわけですね、カルディアンで41になります。えー、M の方ですね、ジャンペイの方ですね、えー。そのつもりでやってたんじゃないでしょうかね。 えー、それからね、この後の二人、えー、パンプリエガシとロペス氏ですけどもね、えー、このパンプリエガシ、えー、1982年生まれですよね、えー。これってね、2015年のこの失踪した年、えー、からね、えー、引くと差し引きするといくつ出てきますか、数字が。 2015年から1982年を引きます。それとね、33というね、フリーメイソンリーの数が出てくるわけです。ね。このパンプリエガシね、1982年生まれですね。で、失踪したのが2015年ですから。えー、こういうのでもね、33が絡んできます。えー、それから、このパンプリエガシですね。 この人の数比、アントニオ・パンプリエガですけれども、このパンプリエガ。パンプリエガで調べると、ピタゴラスでね、44が出てきます。44でね、ナンバーが出てきます。こういうにね、44数比が出てきました。それから、このロペス氏、ね。 えー、1971年生まれのロペス氏は、自称経験もあるカメラマンで、シリアをはじめ複数の紛争、なんとかなんかとかですけども、この1971年ですね、えー、失踪した、えー、2015年からこの1971年を引きます。 するとね、えー、44っていう数字が出てきます。ね、1971年をね、えー、失踪した2015年から差し引きすると44が出てくるわけですね。こういうふうにね、数字は絡みます。えー、ね、えー。なぜ年齢を書かないのね。わざとらしくなるわけ、えー、ですから。 33と44ね、えー、書けばね、わざとらしくなりますから、えー、こういうふうにね、生まれた年を書いてるわけですね、二人のね、この二人。パンプリエガ氏とロペス氏のね、年齢は書か,かず、うん、生まれた年を書いていますね。えー、そしてこのサストレ氏は35歳でね、ゾロ目ではないんですけども、この名前。 名前の数比とリンクさせてあるわけですね。こちらだけ年齢が書いてますけどもね。えー、これは数比にね、えー、リンクしてますから。普通の一般の人はね、えー、数比を知らない人はね、わ、えー、かりません、えーね。安田純平の件もそうですよね。えー、41歳の年に失踪してますから、えー、それと数比が えー、一致するわけですね。えー、リンク、リンクしてるわけです。この41歳。41数比と41歳。ね。まあ、そういう理由でね、えー、ジャンペイにしてる。う可能性もありますよね。普通ね、えー、ジュンペですよね。jun になりますけどね。ねなぜかジャンペイにしてますよね。 まあ、あローマ字表記のね、えー、ヘボン式になるとね、えー、そういう、あの、えー、P の前はね、M になったりとか、えー、しますからね、えー。それにしてもね、よく考えてますね。えー、失踪した年と、えー、数日が一緒になるようにね。えー、ちゃんとそういう風に合わせてるわけですね。大したもんですよ。まあ、この事件がね、 えー、やらせということをね、えー、それに気づいた方はね、たくさんいらっしゃいますけども、えー、皆さんね、でも、ヘイトし合ってましたよね。相変わらずですね、いつものパターンです。えーえー、韓国人がどうのこうのとかね、えー、まあ、いろいろやってました。ヘイトね。えー、この、ね、 その裏にいる人たち、えー、こういう人たちをね、炙り出さないといけないんですよね。その背後にいる人たち、ね、誰がこういうね、事件を作っているのか、ね。えー、まあ、韓国人の人もいるでしょうけど、ね。まあ、日本人にもいるんじゃないでしょうかね。えー、このね、日本記者クラブ、この前やりましたけども、 こ,こういうところをね、見ないといけないです。このシンボルマークね。ね、ここの、日本記者クラブでしょうね。これはね、NKC でしょうけども。ここの部分ね、目玉の形になってるじゃないですか。ね、これっていうのはね、こうイルミナーティの、ね、このフォルスの目ですかこれはね。いろんな呼び方ありますけども。これですよ。 ね。漁夫の利を得ているのはね、えー、みんなが戦ってる、ヘイトし合ってる間にね、えー、この人たちが漁夫の利を得ているわけですね。こういうところをね、言わないといけないです。ね。えー、ほとんどの人はね,ね、なんかお互いヘイトし合って、えー、やってますけど、ほとんどフリーメイソンリーとかね、 イルミナーティーとか言ってる人はいませんでしたよね。ただね。えー、なんか韓国人が何のかんのとかね。えー、言ってるだけでした。ねもうちょっとね、その、えー、背後にいる人たちをね、見ないといけないです。ねそうしないとね、何もなりません。ねえー。逆にこの人たちにね、よろ、喜びます。ね えー、確信を得ていないわけですから。ねえー、メディアにつられてね、えー、戦う相手をね、えー、スピンさせられたらいけませんよね。えー、戦うのはね、えー、フリーメイソンリーとか、イルミナーティーとかね、そういう人たちとね、えー、戦ってください。ね えー、意味がありません。お互いヘイトし合ってるんだよね。えー、敵を間違っていたらね、何にもなりません。意味がありませんね。えー、これはね、安田純平がね、えー、いつでしたかこれはね。なんか誕生日の日かなんか。そういう日にね、えー、ビデオメッセージを取、えー、ったやつですけども。こういうね、シンボル。これ大事です。 え何を着ているかっていうのはね、大事です。ね。これ、アーガイル柄ですよね。これ、白と黒ですね。そして、これ、ダイヤモンドの形をしているわけです。ね。アルいうのはダイヤモンドの形してます。これはチェック柄ですよね。チェック柄のマフラー。ね。これっていうのはね。えー、こういうロッジの柄でもそうです。 ね。見てください、このロッジの柄。フリーメイソニーのロッジの柄ですよ、これ。ね、えー。こういう柄もあります。ダイヤモンドになってます。ね、形がね。ダイヤのマークになってます。ね。こういうところを見ないとダメなんです。ね。えー、音楽業界とかね。そういうのは結構こういう柄を使ってます。ね、ファッションとかでね。 このダイヤモンドっていうのもね、数品に直すと33になるわけですでね、このタータンチェックみたいなチェックですから、ね、スコットランドに関係してるわけですよ。でスコットランドといえばね、フリーメイソンリーのスコティッシュライトですから、ね、もうこうやって表現してるわけです。ね、やらせですよっていうのをね、こういう服装で言ってるわけなんですよね、わかる人たちに。 ここにね、ダイヤモンド、数比で調べます。ダイヤモンドね、d-i-a-m-o-n-d です、ねえー。ピタゴラス数比でね、33が出てきます。ねえこういうことをね、えー、言う人はね、ほとんどいませんよね。こういうね、ダイヤモンドのーマークがしてあるとか、このシンボルとかね、サインのことについてはね、誰も言いません。ね これが真実なんですよね、えー。こういうことに触れられたくないわけです、ねえーね。テレビに騙される人たちはね、えーまあ、ネットの方は信用できると。いうことでね、ネットの方に行きますけどもね。またそこでもね、えー、あの情報操作されます、ねえー。こういうことはね、誰も言いませんから。 ねえー、皆さんね、覚えていらっしゃいますでしょうかね。2016年、えー、7月26日になってますけどもね。えー、相模原障害者福祉施設山寄り園のね、えー、大量殺傷事件ですね。えー、ここにもね、えー、監視カメラが、えー、犯人の、えー、映像、ね、 あの、捉えてたわけですけども、ね、この、偶然車を止めた場所にもね、このダイヤモンド、えー、ダイヤマークがね、えー、ちゃんとマーキングされてますね。えー、こっからあ、行くんでしょうかね。帰ってくると、帰ってきた時でしょうか。今から行く時でしょうか。あ今から行く時でしょうかね。これはね。えー、 ちなみにね、えー、このさ最初のこの数字、ね、2016年7月26日 1, 1時39分7秒っていうのはね、えー、スタートがね、えー、これ、えー、この動画のスタートは44になりますね、これね。えー、44をマーキングしてますね。えー、ダイヤモンドですね。上松里ね。やらせ事件ですね、これもね。 え、こちらね、BBC の映像ですけどもね、ちゃんとダイヤモンドを映してます。そしてね、えー、この2016年7月26日、1時37分54分っていうところで一回切れるんですけどもね、えー、これも足したら44になりますね。ちょっと見てみましょうか。この54秒で切れますから、ね、54秒で一回切れます。 ね、画面が映りますけども、えー、これも合計が44になりますね。えー、アナウンサー、アナウンサーというか、何でしょうか。アナウンサーですか。これは。リポーターか。リポーターもね、こういうふうにイルミナーティのハンドサインをやってました。ね。 Expresses so had begun to publicly express his disturbing view that disabled people unable to live independent lives should be killed. Publicly expresses disturbing view that disabled people unable had begun to publicly express. it. Yeah. それからね、この現場です。ね。えー、必ずね、えー、このオレンジがやらせにはね、えー、使われます。この色ですね。えー、オームの事件でもそうでした。ね、えー。地下鉄サリンとかでもね、オレンジが、えー、たくさん、えー、使われてますね。このオレンジがね、えー、33数比だからですね。これやらせ。 やらせナンバーというかね、これは背後にフリーメイソンリーがいるっていうことをね、えー、表してるわけです。ね。このオレンジが出てきたらね、やらせなんですね。えー、これはね、地下鉄サリン事件の映像ですけどもね、えー、もうオレンジだらけですね。オレンジだらけです。えー、クライシスアクターもね、たくさん映ってますね。 え、ぜひね、皆さんね、検証してみてください。もうほとんどクライシスアクターですから。地下鉄の車内から回収した新聞紙にくるまれた容器や、車内にばらまかれた液体などを分析した結果、毒物は神経性の毒ガス、サリンと断定しました。でまた、日比谷線では、恵比寿駅で降りたサングラス、これだけではないんですけどもね、えー、オレンジっていうのはね、やらせのサインです。 えー、オレンジでね、ちょっと脱線して、えー、大変申し訳ないんですけどもね。えー、最近のニュースで言えば、このザマ9人殺害から1年ということでね、えー、ハロウィンの時期にね、えー、ま、逮捕された白石、えー、高弘でしたかね。えー、この事件でしたけども、えー、この親族ね、えー、着ているトレーナーというかスウェット、これも、 オレンジ色ですよね。そして鏡に映っているのはね、えーまあ、反対の、えー、時間が映ってるんですけども、これはね、えー、11時9分ですよね。11時9分ということは119です、ね。反対にすれば911になるわけですね、えー。9人も被害者がいてね、えー、テレビに、えー、露出する被害者、えー、遺族ですね。 え、遺族のね、えー、人はこの人一人だけです。ね。そして、この仏壇にはね、なぜかその、えー、子供の写真がね、えー、ありません。ひ、ね、髭を生やしたおじさんと、えー、そのおじいちゃんでしょうかね。えー、誰でしょう。ね。えー、その子供の、肝心の子供の写真がね、えー、仏壇に上がっていませんね。 上にでも飾ってあるのでしょうか。えー、こういうのでね、えー、やらせっていうことがわかるわけですね。そしてね、この、えー、写真、よく見るとね、えー、安田純平のようにね、げを生やしていますよね、えー。こういうのもね、インサイドジョークでやっているわけですよね。えー 同じやらせ事件ですよね。安田純平のやらせと、この、えー、ザマ9人殺害、ね、えー、首吊りし、白石隆弘の事件、えー、これもやらせだったっていうことなんですね。えー、鏡にね、映った時計ですけども、これをね、えー、これは反転してるわけですからね、これを元に戻せば11時9分。 えつまりね、反対にすれば911ということなんですね。こちらはね、アメリカのニュースでしたけども、ユダヤ教礼拝場のえ銃撃事件ですね。これがありましたけども。警察によれば、容疑者はまだ特定されておらず、オレンジ軍。オレンジカウンティというのがありますけども、アメリカには。このオレンジ軍ですね、え。ー ユダヤ教関連してすべてを対象に循環警備を強化したという、ね。えー、これはあー、落書きがあったかなんか知りませんけども、その前に銃撃事件がありましたよね。えー、もうクライシスアクターがね、バレバレでしたけども、えー、これもね、オレンジ軍で、オレンジが絡んでるわけです。 ま、色は出せないんですけども、カラーは出せないんですけども、こういうね、オレンジグンとか言ってね、え、このオレンジが、マーキングされるわけです。え、揚げ出したらね、切りがないんですけども、これはね、新潟女児殺害事件ですね。5月にあった事件でしょうか。え、ファンタオレンジですね。え、コカ・コーラ、CC ですからね、コカ・コーラは。CC っていうのはね、C が3番目ですから、 cc で33になります。それからね、ミッキーマウスがありますね。えー、ミッキーマウス、これも mm ですから、ミッキーマウスでね。えー、こちらも33になります。で、えー、上と下とありますからね。これ、デュアルになってますね。あの、ダブルですね。えー、こういうふうにね、えー、オレンジやらミッキーマウスがね、よく、登場します。 えー、ちょっとね、長くなりましたけども、えー、これは孔子の言葉です。ねえー、サインやシンボルが、えー、世の中を支配すると。えー、言葉とかね、えー、法ではなく、えー、サインとシンボルが世の中を支配する。こういうふうに書いてます